パウル・ゲルハルト、パウル・ゲルハルト、ポール・ゲアハート、1607年3月12日から1676年5月27日は、ドイツ、ブランデンブルクイコールプロイセンの福音主義、ルター派教会牧師、賛美歌作詞者。ゲルハルトは、ドイツの最も偉大な賛美歌作者であるとみなされている。父をしたたるなどの彼の代表的賛美歌は、英語。 日本語の賛美歌集にも収録されている。彼が牧師として奉仕した、ベルリンやブランデンブルク地方のルター派教会は、現在ベルリンイコール、ブランデンブルクイコールシュレージシェオーバーラウジッツ、福音主義教会に属している。いずれも、教会組織としては、合同教会に属しているが、ルター派教会の礼拝を行っている。 パウル・ゲルハルトは4人兄弟の2番目の子として飲食店を経営する家族の次男としてハレとビッテンベルクの間の小さい町グレーフェンハイニフェンで生まれた彼は父方の祖父の洗礼名を授かっている彼の父クリスチャン・ゲルハルトは1605年5月12日ザクセン選定校領アイレンブルクにあるニコライ教会でザクセン療法協会 アイレンブルクチック長娘ドロテアスタルケと結婚式を挙げ、現在のザクセンイコールアンハルト州グレーフェンハイニフェンに今を構えた。その地で、長男クリスチャン、次男、パウル、長女、アンナ、次女アグネスが生まれた。彼の父、クリスチャン・ゲルハルトは家族を自身の飲食店経営によって養った。さらに、資産次会にも加わり、サンド市長に選ばれている。 パウルは町にある学校に通い、ラテン語と合唱の基礎知識を得た。ザクセン先定高領に住む領民たちと同様に、ゲルハルトも三十年戦争によって、飢が薬病の流行、兵士たちによる略奪に苦しめられた。彼の父は1619年に亡くなり、母も1621年に死去した。1622年4月からパウル・ゲルハルトは、 ライプツヒキンのグリーンマにあるギムナジウムに通った。彼の兄も通ったギムナジウムであり、ザクセン選定公領の牧師と官僚を多く輩出した名門校であ。そこでは、ルター派正統主義の神学者、レオンハルトフッターの著作、コンウンアムが主要なテクストとして使われており、その内容がゲルハルトの神学的理解に影響を与えていい。さらに、そのギムナジウムで、 中世の学芸とされていた自由な中の文法学、修辞学、論理学、算術、機化、天文学、音楽と士学を学んだ。彼はこの学校を期待通りの成果を得て、卒業している。修了証書には、勤勉さ、従順さ、才能に秀でていると書き記されていた。修了試験に合格した三日後の1627年12月15日に、 パウル・ゲルハルトはのザクセン選定校寮のギムナジウムを離れ大学に入学するためにビッテンベルクに旅立った。1628年1月2日、ゲルハルトはビッテンベルク大学進学部と哲学部に入学を許可された。すでに彼は実家とギムナジウム等でマルチン・ルターの教えに取り組んでいた。ビッテンベルク大学で彼はルター派正統主義の著名な進学者たち。 さらにアウグスト・ブフナーのような試作家から教えを受けた。そこで学と知識を得たことで、ゲルハルトは経験差と試作を重ね合わせることになり、後に彼の作った三美歌に影響をもたらすことになった。修学時の金銭的援助として、ビッテンベルク畜協会牧師で畜長補佐であったアウグスト・フライシュハウアーから家庭教師の職を提供され、ゲルハルトはその牧師館に住み込んだ。 当時のビッテンベルクには30年戦争のため多くの避難民が押し寄せていた。さらに1636、37年においてペストが大流行した。当時の教会はペストによる犠牲者名簿を作成している。1637年4月7日、パウルゲルハルトの出生地周辺がスウェーデン軍によって完全に破壊された。1637年11月7日、 ゲルハルトの兄クリスチャンが亡くなっている。ビッテンベルクでの様々な経験は、パウル・ゲルハルトに大きな影響を与えた。1642年4月26日、そこでハンブルクの教授の息子の文学修士合格を祝うために最初の機械詩をゲルハルトは書いた。1643年、ゲルハルトはビッテンベルク大学での学びを終え、ベルリンへ向かった。 当時のベルリンは三十年戦争とペスト、天然痘と赤痢によって人口を半分以上減らしていた。戦争前1万2千人が戦時5千人になった。ベルリンにおいてゲルハルトはベルリン上級地方裁判処理委員のアンドレアス・ベルトホルト家において家庭教師の職を得た。家主の娘との結婚式に際してゲルハルトは昇華の死を作った。戦争体験は 作詞におけるモティーフになり、さらにゲルハルトは、神学的主題を歌詞に加えた。同時に彼は、同時代に生きる人々に、新しい勇気と希望を与えた。1657年から1667年まで、牧師として、ベルリンニコライ教会に奉職していたとき、霊的な癒しによって、職責を果たした。ニコライ教会には1622年、 未来ヨハン・クリューガーがカントールとして働いおり、1640年に最初の賛美歌集プラクシス・ピーターティス・マリカ、歌による経験の修練を出版していた。このニコライ教会でゲルハルトとヨハン・クリューガーは共同作業を始めた。1647年にクリューガーは自身の賛美歌集を新たに出版した。ゲルハルトもこの新しい賛美歌集に18編の歌詞を提供している。 この三美歌集は好評で、1653年には53番になった。さらに、ゲルハルトは、当時のルター派福音主義協会のベルリン地区長、ペトルスフェアーと信仰を結んだ。1651年に、ベルリンの南にあるミッテンバルで地区長牧師が亡くなり、30年戦争からの復興を鑑みて、資産次会は密接な関係を持つ。 ベルリン会散次会に、地区長を担う牧師の補充を願い出た。それに対して、ベルリン協会散次会は、市内の協会共同体においてルター派牧師としての、勤勉さと学識の豊かさで、高い評価を得ているとして、パウル・ゲルハルトを推薦した。1651年9月28日の試験説教の後、神学的審問を協会事務局から受けた。 1651年11月18日にベルリンニコライ教会においてルター派の和教信条を遵守すること誓った上で牧師に認職された。11月30日にミッテンバルゲでパウルゲルハルトは牧師職に就いた。礼拝時における説教のような通礼の職務を行い、さらに洗礼、葬儀、罪の告白、埋葬式に含まれる生産式も取り行った。 ゲルハルトの新任地区長としての職務は、ケーニヒスブスターハウゼン、グレーベンドルフ、トイピッツ、グスゾウにいる11人の牧師たちを監督すること、含んでいた。牧師としての職務に加えて、ゲルハルトは、ミッテンバルデにおいて、試策に励んだ。1653年、クリューガー・サンベカ州の第五版が出版された。そこにおいて、 ゲルハルト作詞の新たな賛美歌六十四編が含まれている。この時期、受難曲、知をしたたるを彼は書いている。この著名な受難曲は、クリューガー賛美歌集の次の番に乗ってを、現在世界遺産にも含まれている。この曲は、アルヌルフ・フォン・レーベンによる、ラテン語詞文、サルブ・カッパート・クルー・アントットムから翻訳されて作られた。以前は、 クレル号のベルナールによる詩文とされていた。この受難局は、ヨハンゼバスティアンバッハのまたい受難局において、導入部に含められている。1655年2月11日、パウル・ゲルハルトは、アンドレアス・ベルトルトの娘、アンナ・マリアと結婚した。ゲルハルト夫妻は、ベルリン地区長、ペトルスフェアの詩式で婚礼を、ルリンで挙げた。その後、年月日に、 娘、マリア・エリザベートが生まれたが、半年後の1657年1月28日に、亡くなった。ゲルハルトの長女は、ミッテンバルデに埋葬され、聖モーリッツ教会に名番が残されている。他の4人の子供が生まれたが、3人、アンナ・カタリーナ、アンドレアス・クリスチャン、アンドレアスは創生した。パウル・フリードリヒだけが両親よりも、後世まで生きることができた。 1657年5月、ベルリン市ミッテクにあるニコライ教会は、パウル・ゲルハルトを副牧師に昇兵することを決め、彼に通知した。その後、6月4日になってゲルハルトは、この昇兵に同意した。6月22日に彼は、最初の職務として、幼児洗礼を授けた。この時期、彼は、妻と一緒にベルリン、 クロイツベルククシュトララウアー通り38番地にある牧師館に住んだ。1613年、ブランデンブルク選定校、ヨーハン・ジギスムント・アルター派教会から改革派教会に改修した。しかし、選定校は改革派への改修を、ブランデンブルクの領民には求めず、大半の住民はルター派に留まった。このためブランデンブルク選定校領において、 両方君主と両民の宗派が異なるという状況が生まれた。1555年になされた決議アウクスブルクの和議において両方君主の宗教選択権が保障され両方君主と両民の共派の統一が行われていた。改修後のヨーハンジギスムントの宗教政策はこの決議から逸脱するものであった。しかしながら再三再四、 新興告白をめぐる対立がブランデンブルク選定綱領で生じた。1662年、フリードリ・ヒビルヘルムは領民に向けてビッテンベルク大学での修学を禁止する布告を出している。当時のビッテンベルク大学がルター派政党主義の本拠地であったからである。同時期にベルリン宗教会議を開催し招集したが1663年に、 成果を上げないまま中断を余儀なくされた。当時のブランデンブルクイコールプロイセンにおいて、ルター派進学者たちの不満がベルリンを中心に現れていた。ゲルハルトもその両派の論争に加わり、改革派協会との統合はシンクレティズムになる、みなして、ルター派の立場を強く主張した。フリードリ・ヒビルヘルムの政治にとって、ルター主義者たちの堅タな,な姿勢は、都合の良いものではなかった。 フリードリ・ヒビル・ヘルムはこの強派対立において、選定公国の政治的安定が脅かされるとみなし、1664年9月16日の寛容直令を布告した。ルター主義の立場から見ると、改革派協会の強説を含んだこの選定公の直令は、受け入れがたいものであった。彼らから見れば、寛容直令は、改革派協会と呼ばれる一端的な宗教の授要し、 純粋なルター派信仰から逸脱したものであった。しかしながら、ブランデンブルク選定校は、固くクナなルター主義者たちに、寛容直令を受け入れた上で署名するように求め、署名を拒んだ者は、両方協会、ブランデンブルク両方協会の主張は選定校であり、寮内の聖職者たちの人事権を握っていたから、罷免するとした。1666年1月31日、 ゲルハルトも寛容直令に署名するように求められた。他の多くのルター主義者たちと同様に、彼は署名を拒んで2月13日にニコライ教会牧師の職務から外された。ベルリン教区民たちはゲルハルトのニコライ教会牧師離職に賛成せず、寛容直令に署名しなくても復職を可能にする請願書を選定校に提出し、ベルリン市参事会も同様に請願した。 しかし、その市民たちによる、請願書は選定校によって却下されてしまった。ゲルハルトは、ベルリン市外においても、名声を得ていたので、マルク・ブランデンブルク地方の両方盗族たちも、ゲルハルトの人事問題に介入してきた。その後、1667年1月12日になって、選定校は解職された、ルター主義者たちの中でゲルハルトのみ復職を許し、しかし、 ゲルハルトは信仰と道義上の理由から、この復職を拒んだ。そのため、1667年2月4日、先帝公はゲルハルトを両方協会の牧師職から、解任した。それによって、ゲルハルトは収入を絶たれた。1666年において、パウル・ゲルハルトは、翌1667年までに出版するため、三尾歌集の小冊子を用意し始めた。 これは1667年に最初の作品集として、霊的祈祷歌集と名付けられて出版された。ベルリンニコライ教会の新関東ル・ヨハン、ゲオルク・エーベリンクの編集によって、この賛美歌集は出版されている。この版は、ベルリンとフランクフルト・アンデア・オーダーで出版され、この賛美歌集は、ゲルハルト作詞の120の賛美歌を含み、 その中で26の賛美歌詞は新作であった。同時期、彼の妻、アンナマリア1967年3月に死去している。1668年9月5日、リュッペンの牧師が死去したため、リュッペン市参事会は公認の適任者を探していた。当時のリュッペンはブランデンブルクではなく、 ザクセン選定公領に属していたので、1668年10月14日に客員説教者としてパウル・ゲルハルトを招くことを決定した。1668年10月29日、彼は市長と資産次会によって教区長補佐として当時の二来教会に赴任することになった。なお、リュッペンは1815年にプロイセン王国に属することになり、 教会組織も、ルター派教会から、合同教会に変わった。ニコライ教会は現在ベルリンイコール、ブランデンブルクイコールシュレージシェオーバーラウジッツ、福音主義教会に属しており、名称も、パウル・ゲルハルト教会に変わっている。息子の病気と牧師館改築のため、リュッペン夫人は1669年6月16日まで延期された。リュッペンにおいてゲルハルトは霊的な牧会と、 教会組織に関する働きで、教会共同体を満足させる形で成し遂げ、質素な生活をしながら1676年5月27日に70歳で死去した。若い時期に体験した戦争、病気、死はゲルハルトに影響を及ぼした。とりわけ、これらの体験は、彼の施作において何度も反映している。死に込められている素朴さ、温かい心情、 そして歌いやすさが彼の賛美歌を国民的楽曲に成長させた。彼自身が作詞したものであっても、聖書の詩編、あるいは、アルグルフ・フォン・レーベンによる、ラテン語詩、ヨハン・アールントによる、祈祷文がオリジナルであっても、常に、ゲルハルトによって誰もが知っている内容に、感情豊かな形で改訂されていた。わかりやすい言葉で形作られていた、ゲルハルトの助上詩は、 キリスト教会、日常の時、式、結婚生活や、家庭生活をテーマにしていた。降臨説の賛美歌ウィーゾールイクディークアムホンガン、で教会歴が始まり、フラリッシュゾールマインヘルツェシュプリングン、と、イクシュテアンダイナクリップンイー、マブネの課題に我は立ちて賛美歌レイナナのような、キリスト降臨祭の賛美歌が続き、オー、ホーブットバルブルットウントベンドン、父をしたる。 三尾百136のような受難雪賛美歌が彼の自作世界に登場する。復活祭と精霊降臨祭は春に芽吹いた自然への喜びと結びつけられている。ゲルハルトは動物と植物をも親しんでいる。ゲイアウス、マインヘアーツ、ウントスカフロイト、イザユケ・のヤマに賛美歌第2編143において彼は夏の花盛り土地を表現し、 雨降る日々と光り輝く日々をも描いており、それは、現世の苦しみと幸福を指していた。彼は主婦に向けた賛辞を示した上で、子供の墓地の前に立ち尽くす両親にも寄り添っていた。さらに、ゲルハルトは、ギブ・ディーク・ツ・フリード・ムント・セイシティラ、バルムゾ・アルト・イク・ミッチ・デング・ラマン、イク・ビ・エンガス・とアウフ・エデン、のような慰めの賛美歌を作詞した。戦争による苦境と平和への憧憬が、 再度、ゲルハルトの歌詞において記されていた。30年戦争終結時、彼は感謝の参加を作詞し、そこには、昔の平和という情の言葉が響き渡っていた。今日パウル・ゲルハルトとして知られている作品は139編のドイツ語歌詞と15編のラテン語歌詞があり、ヨハン・クリューガー、ヨハン・ゲオルグ・エーベリングとヨハン・ゼバスティアン・バハによって、曲が付けられている。 ゲルハルト自身はつつましく、慎重で、地味な詩人であった。彼は、文学的名声を得ることなく、自身の生活に満足していたのである。彼は名声を望まず、ただ死において、経験さ、生きる希望と勇気を人々に与えようと、創作活動をした。それでも、過酷な環境を共に体験しながら、人の心を動かす施策に従事した。ゲルハルトは、施策によって、 境界的、個人的経験へ向かうように人間を呼び覚ました。同時に、彼の作品は、境界的信仰の持つ、客観性から人間的感情へと、さらに強派的賛美歌から見徳的歌曲へと転換って、いった。マルティン・ルターにおいて、共同体を神に呼びかけていたが、ゲルハルトにおいては、個々人に向けて呼びかけている。ゲルハルトの歌詞は新時代のドイツ女上司の先駆けでも、あり。 あとに、ゲーテが完成させたバロック的施策へ至る道を差し示していた。パウルゲルハルトが、牧師、詩人として生きていた時代はすでに数百年前で、あるにもかかわらず、今日においても彼の施策の影響力は持続している。彼の歌詞は、深い宗教的特徴とすべての面で、宗教的に刻印された、ペリオーデという特徴的表現を含むものである。 ゲルハルトにおいて、ルター派正統主義の伝統が根付き、保持しているのは確かであるが、彼固有の自然な思考と感情も表現されている。特定の教派で歌われていた賛美歌が、キリスト教会全体の礼拝賛美歌へ発展させた功績がゲルハルトにある。彼の歌詞は、民族的、キリスト教信仰の家族的賛美歌へと発展していった。 パウル・ゲルハルトの賛美歌は出版後すぐに他の賛美歌集にも採用された。啓蒙主義時代において過小評価されたが、その時代において彼の賛美歌は何度も改訂された。解放戦争後、ロマン派が登場した1815年から1848年までの3月前期の時期において、ゲルハルトの思索は言葉と境界的思索によってというエルンツとアルントの詩などで、 改めて称賛された。フェリックス・メンデルスゾーンによるバッハ受難局の再発見はゲルハルトのコラールを新たに広めることになった。彼の多くのコラール宿がドイツの福音主義教会の献身霊教育に用いられるようになった。ゲルハルトの施作軍は時代を超えて影響力を与えているだけでなく、教派と言語の違いを超えて存在し続けている。彼の施策軍はオランダ語、 フランス語、英語、スペイン語、さらにアフリカ、アジア諸国の言語に翻訳され、ローマカトリック教会と改革派教会の多くの賛美歌集にも採用されている。それゆえ、ゲルハルトはエキュメニカル運動の詩人という存在になっている。ゲルハルトはあらゆる祝祭日に向けた歌詞を作った。それゆえ、彼のテクストに関する議論は常に存在している。 現在のドイツ福音主義協会のサンビカ EG には26編のゲルハルトのサンビカが含まれている。特定の宗教会向けの版には別の4編のサンビカが含まれている。スイスの福音主義改革派協会のサンビカには25編のゲルハルトのサンビカが含まれている。ドイツのローマカトリック教会の聖歌集には7編のゲルハルトの歌が含まれている。 パウル・ゲルハルトの没後200年にあたる1876年、リュッペンに記念名板が設置された。その記念名板は1976年に新しいものに取り替えている。1907年、教会の前にゲルハルトの記念像も設置した。1930年に教会正面入り口部分に塔をつけ、ゲルハルトの四文名板も設置した。1830年、 ゲルハルトの生誕地グレーフェンハイニフェンで彼を記念して、パウルゲルハルト礼拝堂、1907年にパウルゲルハルトの家を建設した。そこでは1911年に彫刻家、フリードリヒップ・プファン・シュミットによって制作された、記念像も設置された。1840年に即位したプロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム4世は、以前の選定校フリードヒ・ビルヘルムとは異なり、 ゲルハルトの信仰を高く評価し、称賛した。ルタートシ・ウィッテンベルクは、ゲルハルトの功績を記念するために、パウル・ゲルハルト新学校、パウル・ゲルハルト通りを設置した。パウル・ゲルハルトの住居に記念名板も取り付けられた。サガンからできた記念名板が1924年から、ゲルハルトの住居の裏側に取り付けられている。1950年、ミッテンバルで、聖モーリッツ教会に、 パウル・ゲルハルトを説教者、試作家として検証する内陣窓が設置された。2001年7月14日の記念礼拝後、この町の地区協会の南側に記念像の除幕式が行われた。この記念像は1905年に作られたフリードリヒ、プファン・シミットによる石膏像をモデルにしている。記念像はベルリンにあるパウル・ゲルハルト施設にあるディアコニア看護学校にも設置されている。 ベルリンのニコライ教会には1957年以来記念名盤が取り付けられている。この横に1999年にゲルハルトとクリューガーの功績を称える新たな名盤も取り付けられた。同じ1957年にドイツ連邦郵便から生誕350年を祝う記念切手が発行された。その切手には彼の肖像が入っていた。 1961年、ゲルハルトの助長詩人としての作品に注目した最初のレコード全集が登場した。ゲルハルトの形跡は彼の働いた初年においてのみ見られるものではない。彼は詩人として四教会を超えて働いたのであり、彼の名前は数多くのドイツの都市、教会、学校、幼稚園、施設、街路に見出せる。 このような諸施設はパウル・ゲルハルトの名を強くの中に置いて保つ働きをしている。2007年において生誕400周年が祝われた。これを機会に保守的な信仰者とみなされるミュージシャンであるリーター・バルクト・ザラカイザーがゲルハルトの曲をジャズ風に編曲して発表し、一部の者たちはこの現代風編曲においてフェミニスト進学や 解放の進学の勃興に対抗する進学的正当派によるカウンターとみなした。その編曲の背後に保守主義と経験主義を一致させた新たな進学的な傾向を見ていたのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。